第13旅団は陸上自衛隊の旅団の一つ。中部方面隊直轄の即応近代化旅団で、司令部は広島県八木郡海田町の海田市中屯地に置く。三個普通化連隊を機関とし、山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県の防衛警備、災害派遣等を任務とする。1962年。 第13師団として中国5県及び四国4県を担任する定員7000名の移師団として編成された。その後、1970年に第46普通科連隊を新編定員9000名の高師団に改編された。後に、全通自中遁地に第2混成団が新編されるのに伴い、同混成団に四国4県の担任を異乗し、 定員7100名のメリカリ師団となる。さらに、1999年3月に、陸上自衛隊で初の旅団である、第13旅団となった。2008年には、即応近代化旅団に改編される。第13旅団の師団投票式は、担当する中国地方を統一した、毛利元成の3本の矢の教えの故事から、3本の矢羽と、その左右の藍色が、 三用数字の13を表している。第13手段時代から変わらない。1999年3月の旅団化に伴い、定員は7100名から4100名となったが、そもそも定員充足率が全国的に最低レベルの65%程度であったため、むしろ定員充足率が大幅に向上した。旅団化に伴い、次のような改変があった。 第47普通化連隊を新編。第13戦車大隊は、第13戦車中隊に改組された。第13特化連隊は、第13特化隊に改組された。陸上自衛隊で、初めての特化隊という編成であった。第13特化隊は、定員は、大隊と同様であるが、隊長は一等陸差で、大本部も、 連隊本部と同様の爆僚構成とされている。連隊時代あった四個大隊は四個中隊とされたが、大隊本部にあった爆僚機能は大本部が有することとなって、機能の凝縮が図られた。そのため、各中隊には新たに副中隊長が配置されることとなった。第13校舎特化大隊は、第13校舎特化中隊に改組された。第47普通科連隊を、 中部方面混成団に編成がえ、第13特化隊、第4中隊及び第13戦車中隊の一個小隊を廃止したほか、小赤されていた中隊、小隊を現役自衛官による編成に改組、もしくは部隊そのものを廃止、第13対戦車中隊及び広報支援隊の対戦車直接支援班を廃止、第13偵察隊を増強改編、 第13施設中隊を第13施設隊へ改編。第13通信中隊を第13通信隊へ改編。第13科学防護隊を旅団司令部から独立し、第13特殊武器防護隊へ改編。例として、戦車大隊は、検閲を行おうにも、人員の充足率が、定員の50%を下回り30%台の時もあり、 大体検閲時に1個戦車中隊規模の戦車を運用するのが精一杯であった時期もあったと当時の大隊長が改編へ向けての改装として載せている。改編前は実質的に1個戦車中隊の訓練しかできなかったこともあり、本部管理中隊を除けば2個戦車中隊であったのを1個戦車中隊に凝縮し、 訓練環境が大幅に改善したと改変時の初代中隊長が初見として述べている連隊時代に存在した4個射撃大隊を事実上4個射撃中隊を有する1個射撃大隊規模に縮小。ただし、1個射撃大隊規模とするも連隊に準じた機能を有する観点で一差が指定。ただし連隊戦闘団への火力支援を担う観点、戦闘団への連続の関係から、 隊長の序列は、旅団普通科連隊長よりも、名簿上は下級になる射撃代替規模であり、連隊時代と違い特定の連隊戦闘団に、隷属せず必要に応じて、旅団長の命により1個普通化戦闘団へ、火力支援を行う関係から、大本部機能は、連隊時代と同様に、第1か4か構成となっている連隊時代は、射撃の観測、完成、初原計算や、 射撃式を大体本部及び本部管理中隊が担い、霊下の各中隊がそれらをとにして、各射撃班が射撃を実施していたが、縮小改変により観測、完成、初言計算等は、大本部の第三課及び本部管理中隊が行い、各中隊はそれらをとにし射撃式書による式のもとで、実際の射撃を行う形式となった。 中隊長はこれまでの一位職から三差職に改変され、指揮能力が大幅に向上。連隊時代は各大隊本部が人事や訓練、補給系統の業務を行っていたが、縮小改変で各中隊にそれぞれ人事係、情報、保全係、弾薬係、補給係、被覆係、 燃料係といった大体の第1から4係に相当する業務を行う隊員が配置されたことにより、業務の処理の関係、中隊長による指揮を補佐する関係による処置、部下隊員への暴行による更迭、更新距離を短縮自衛隊の間月更新、中国新聞昭和46年10月23日、広島版8面。ありがとうございます。